本当にこっからもうのぞけちゃいますからね。なんかすごい羽みたいな感じ。皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあ今回のテーマはこちらです。じゃーん。さあこれは氷屋さんの氷屋純氷なんですけれども、皆さんがお家で作る氷と何が違いますか？そうですね、大きさも違いますけれども、とっても透明で綺麗ですよね。私は氷屋さんといえばサイエンスショーでドライアイスとかを買うときにいつも氷屋さんに行ったりするんですけれども、こんなね綺麗な氷もあるんですね。はい、ではこの透明な氷を削って、じゃん、かき氷を、逆だかき氷を作ったら透明なかき氷ができるんでしょうか。では実際に実験をしてみましょう。それではレッツサイエンス。ではかき氷を作ってみましょう。このようにセットして、でこれをこんな感じでセットして、レッツサイエンス。おや、待って、もうなんかすごいふわふわすぎてなんか埋まってるえすごい綺麗綺麗、はあ、おや白い。透明な氷を削っても透明なかき氷はできずに白いかき氷ができました。さあこれはなんでこうなるんでしょうか。その不思議に迫っていきましょう。さあこれこのまま、すごい、なんかすごい羽みたいな感じ、天使の羽みたいな、なんかすごい、こんなもん見たことないよやっぱ全然違うせっかくなのでこれちょっと一旦このまま行かせていただいて、すごいなんか綿飴みたいな感じでふわふわしてます。いただきます。ふわふわでなんかキーンとならずにスーッと溶けていく感じがします。おいしい。もういいんじゃない、実験しなくてダメですか。じゃあちょっとまあとりあえずねシロップかけて、だからね赤と、まあ、いつも私はお祭りでねこうやっていろんな色を混ぜてね、あの何色になるかっていうね実験を楽しみながらね、あのかき氷を食べるわけなんですけれども、おー紫紫かき氷をちょっと食べながらこんな感じでね。あ、やばー、おいしいちなみに家で作った氷でもさっきと同じ条件で削ってみたらどうなるのか実験をしてみましょう。さあこのようにちょっとね白い部分が多くできてしまいましたね。はい、ではこれを乗せていきます。よし、さあどうなるのか、レッツサイエンス。あれ？なんか残らない、なんかあのできても結構すぐに残らないですね。時間がかかる。はい、実際やってみましたけれども、さっきよりこうさっき
きすごいふわふわ落ちてたんですけど、なんかボト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 って落ちて、なんか一見その形とかは同じなのかなと思いつつも、なんかすぐ溶けちゃったり、なんかボヤーンってなっちゃってる状態なのがわかります。だからやっぱさっきのあの感じというのは氷屋純氷の氷じゃないとできないということになりますね。いや、これは氷屋さんに行かないとダメですね。さあ、それでは先ほどの不思議な現象を解き明かすためにこんなものを用意しました。これは身近なところにある消臭ビーズです。今たくさん入っていて、このように見てみるとちょっと白っぽく、そして奥の方までは、ね、見通すことはできないですよね。では今からここにじゃん、お水を入れていきます。さあ、そうするとどんなことが起こるでしょうか。ここでクイズです。自分がそうだなって思ったものは全て答えてください。1番、消臭ビーズが光って見える。2番、消臭ビーズが消えて見える。3番、消臭ビーズが縮んで小さくなる。4番、謎の人体模型アナヒコが現れる。さあ、どれでしょう。さあ、それでは水を入れていきます。いきますよ。3、2、1。さあ、どうなったかというと、消臭ビーズがなんか透明になって、なんか消えて見えなくなっちゃって、最終的にはあの飛行が現れました。なんか変なポーズしてる。ということで正解は2番と4番でした。太陽や電球から出た光はまっすぐ進んで物に当たると跳ね返ります。これを光の反射と言います。そしてこの跳ね返った光を私たちの目が感じることによって、そこに物があるとわかるわけです。ではこの消臭ビーズに実際に光を当ててみましょう。さあ、今この消臭ビーズの真ん中に光を当てると、そう、こんな感じでまっすぐ進んでいることがわかります。ではこの角度をちょっと変えていきます。そうすると、お、こんな感じで曲がっていますね。はい、この曲がることを光の屈折と言います。さあ、そしてこの消臭ビーズは水を多く含んだものです。なので光の進み方というのは水とほとんど変わりません。消臭ビーズと消臭ビーズの間に水が入ると、消臭ビーズと空気の境目がなくなるので、光はそのまままっすぐ進むことで透明になって見えた、つまり見えなくなったということなんです。お水を入れる前は消臭ビーズ一つ一つの内側や外側であちこちに反射が起きて、それによって白く見えたということなんです。ちなみに光を当ててみましょう。おー、なんかそうするとあちこちになんか光が反射しているのがわかりますかね。さあ、ではもう一つ実験をしてみましょう。改めまして、オープニングに登場しました氷屋純氷のとっても綺麗な氷です。もう本当にこっからもう覗けちゃいますからね。どうもどうも皆さん、こんな感じで、見えちゃいますからね。でちなみにこの中に食用のお花とかを入れても、あの周りからすごく綺麗に見えるので、装飾とかとして使われたりするそうなんです。なんかね、あのプレゼントする時とかは、あと指輪とかね、この中に入れといて、ね、あ、すごい素敵みたいなね、ことも
あるかもしれないか透明なのですごくいろいろな使い方がねあるっていうのがまず驚きポイントです。ただそんな綺麗な透明な氷をですね、このような道具を使って傷をつけたらどんな変化が起こるのか実験をしてみましょう。おや？硬くて全然なんかちょうど衝撃を加えたところだけ白くなってますね。このように当たっているところだけなんかどんどん白く見えますね。もともとの面はこんな感じで透明でしたけれども、今傷をつけたところは白くなっているのが分かりますか？はい、このように表面がギザギザになってそこに入り込んだ光があっちこっちに反射することで白く見えているんです。このようにあっちこっちに反射することを乱反射と言います。とっても綺麗な透明な氷をかき氷にしたら白くなったのは乱反射したからでした。氷が白く見える理由が分かりましたね。じゃあ皆さんお家で作った氷よく見てみてください。私も作ってみたんですけれどもどうですか？こんな感じでなんか白く白くなっている部分がありますよね。これはもともと水には空気が入っていて、水が氷に外側からどん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 なるときにこの空気を追い出し追い出しながら凍っていくので、この真ん中のところにこういうふうに残って空気のところで乱反射してるので白く見えるんです。でただまあね、普通はこうなっちゃいますよね。ただ氷屋純氷の、はい、氷こんな感じですごい透明で綺麗ですよね。これなんでこんな透明にできるんでしょうか？この氷屋純氷の氷はどのようにできているかというと、まずはお水に含まれる不純物をろ過して原料水を作ります。そして空気で攪拌しながらゆっくりと凍らします。さらに凍っていない水を吸い出して新しい水を注入します。これを行いながら48時間以上かけてゆっくりと凍らせることでこちらの綺麗で美しい透明な氷ができるんです。これは酸化葉というお花です。6月頃山の中でとっても可愛い白いお花が咲きます。ただこれ雨が降って花びらに雨粒がつくとこのようにガラスのように透き通って見えます。これはもともと酸化葉の花びらが白いわけではなくって細胞の隙間に光が入ってそこであちこちに光が反射した乱反射が起きることによって白く見えているんです。そこに雨粒がつくことによって光が反射せずそのまま通り抜けることによって透明に見える、まさに乱反射を使ったものです。このように自然界にはたくさん乱反射して白く見えるものがあります。例えば空の上に見える白い雲、これも水や氷の粒でできていますが、ここに乱反射して白く見えたり、あとは雪が積もると白く見えますよね。このように身の回りの自然の中にもたくさん乱反射がありますので、ぜひ皆さんも見つけてみてください。今日は氷の秘密について学びました。ぜひお祭りでかき氷をね食べる時とかに氷を観察したり、飲食店に行った時に氷が入っていたら、あ、これ氷こんな感じになってるなというふうに観察することで
もしかしたらどうやって氷を作ったのかわかるかもしれません。ぜひ興味を持って観察をしてみてください。そしてさらにこの氷の仕組みについて詳しく知りたいという方は、概要欄に氷屋純氷のホームページ貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画が楽しかったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。